はい、ナボイ劇場のですね、側面の方に来てます。ぐるっと回り込んできました。ようやく発見しました。疲れちゃった。寒いし、鼻と手がもう、鼻がかじかんでじゃない。手がかじかんで、鼻水が出そうな感じをこらえつつ歩いてる。まあ、優美な建物なんてこれかなと思ったんですけど、裏口から来たんで分かんなかったです。なんですかね、これはね、ロマネスク様式っていうのが何様式なんですかね。僕ちょっと無知で分かんなくて申し訳ないんですけど、わお、どっかのね、ほんと立派な大学ですかっていうような感じの、しかし装飾のモザイクはものすごく細やかな感じで、できてる感じですよね、ほんとに。うわぁ、かっこいいっすね。後ろちょっと振り返っていただければと思います。はい、ちょっとここでターンしますね。で、なんかこう、ここなんか、べっぴんさんがやるんですよ、なんかね。オペラですね。この、大理石なんですかね。ピンク色、ちょっとオレンジかかったような、幻想的な色がたまりませんね。これこのカメラでちゃんと出るんでしょうか。ちょっと不安です。これをね、旧日本軍の兵隊さんが一生懸命作ったのかと思うと、この寒い環境で。涙やっぱ出そうですね。はい、もう。先人に感謝ですね。これがね、あるから、結構日本とウズベキスタンのね、間も、親日というか、いい関係が続いているところもあると思うんで、本当にすごいですね。うまく伝えてるんですけど。解説しよう。ナボイ劇場は、アレクセイ・シュチューセフ設計によるビザンツィン様式の劇場で、1947年に完成しました。この建設にあたっては、第二次世界大戦でソビエト軍に捕らえられた日本軍捕虜457名が強制的に働かされました。過酷な環境の中、精魂込めて劇場を建設していく日本人の姿は、ウズベキスタン人に今でも語り伝えられています。1966年のタシケント大地震で、市内のほとんどの建物が倒壊する中、この劇場は損壊せず、市民の避難場所として機能しました。以来、日本人の勤労精神や信頼性の高いものづくりの象徴として、ナボイ劇場は立ち続けています。今日は玄関だけで我慢するしかないんで、まあ、ぐるっと見てあげてください。